ロベルト・ミヒエルス、ロベルト・ミヒエルスは、ドイツ出身の社会学者、歴史学者、ロベルト・ミヒエルスとも表記する。ケルンのカトリック系大聖人の家に生まれ、ベルリンのギムナジウムを卒業後、陸軍の士官として勤務。その後イギリスとフランスにて留学し、ドイツに帰国後、ミュンヘン大学、ライプツィヒ大学、ハレ大学で学び、歴史学、経済学、 哲学の博士号を取得した。大学在学中より、反国家主義、反君主制の思想に傾倒し、革命的社会主義運動に身を投じた。1902年に、アウグスト・ベイベル率いるドイツ社会民主党に入党し、ヨーロッパ各国の社会主義政党を渡り歩いて、様々な社会主義者と関係を保ち、スピードの党大会で正規の大議士として参加するほど、 重要な社会主義の理論化とみなされるようになった。ミヒエルスは、この時期に、各国社会主義政党と、労働組合と交流を深める機会に恵まれたが、その一方で、議会における議席を拡大し、巨大化する政党が、平等や民主主義を実現すると称して、革命をこわだ高に主張しながら、政府の政策に妥協し、組織の維持、 存続にばかりに気を取られている実態を目の当たりにする。理想に燃えていたミヒエルスは、やがてこのような社会主義政党のあり方に疑問を持ち、幻滅を覚えるようになった。後に、この時の経験をもとに、大衆政党に対する批判的な現代民主主義における政党の社会学を表し、エリート論の主要な理論の一つとして知られる、過当性の鉄則という社会集団における、 少数者支配の法則を打ち立てることになる。スピード右派の議会主義的傾向を批判したミヒエルスは、スピード左派のカール・カウツキーや、ローザル・クセンブルグラとの関係を維持しながら、自らはサンディカリストとして活動するようになる。その後、1903年には、ブリュッセル新大学講師、1907年には、トリノ大学経済学講師となって、イタリアに活動拠点を移す。この間に、 マックス・ベイバーとの交友を深め、1913年には、ベイバーやベルナー・ゾンバルトらが主催する、社会科学及び社会政策雑誌における共同執筆、編集者となる。しかし、1914年8月の第一次、世界大戦勃発により、ベイバーとの関係は途切れ、1914年には、スイスのバーゼル大学経済学教授として招かれる、ことになった。 第一次世界大戦後は、ペルージャ大学とローマ大学の教授となり、死去までイタリアに留まって、社会思想史、社会主義運動史などの分野で、精力的な研究活動を行った。1936年5月2日、ローマで死去。ありがとうございます。